こんにちは、吉田さん。いや、今日もね、みんなの銀行、1000円入りました。見えるかな、これ。まあ、見えなくてもいいんですけども。セルフバックも未だにやってます。もうこれでやらないといけないなっていうのが、三井住友カードで、なんかね、法人カードですか。なんかゴールドとかあるわけなんですけども、そのカードを作ると2万2400円入るっていうキャンペーンが未だにやってるんで、まあ、私、法人が3つあるんでね、2つの法人でも作ってやろうかなと思いますね。で、適度なところで、まあ、カードをちょっとキャンセルというか、解約というところですね。まあ、使う予定がないんで。まあ、そういうふうにして、いまだにセルフバックで1万、2万追い求めたり、みんなの銀行につきましては毎日やってますよ。ね。これはね、いくらお金の余裕ができるようになってもやるんですよ。だって割がいいからですよ。これで割がいいものは必ずやるし、未知数なものは結構やらないです。例えばね、海外のツールで、なんかね FX かなんかの自動売買のやつがあるんですよ。で、それはリスクがあるけども、うまくいったら毎月毎月入金があるよってやつなんですけども、これはやらないですね。まず理由は2つあって、1つは FX は私は自分で手動でやってもちゃんと利益が出てるから、ツールがそもそも必要ないってこと。もう1つはそのツールに信頼を置いてないってことですよ。まあ、そもそもツールなんてのはね、それで勝てるようになったら、まあ、苦労しないわけですよ。もともと先ですね。ツールがFX の自動売買をやっていて、富をもたらしてくれるのがね。だから言ってみれば、飲食店を全部ね、フルオートメーションで全部ロボットがやって、人間は一人もいないっていう状態で、食材の仕入れから、それから調理からね、販売から片付け、掃除、閉店作業、そういうものを全部飲食店がやるようにオートメーション化されたら、オーナーは一方的に儲かるでしょう。その仕組みが FX の方にも入れば、自動売買で、勝ったり負けたり、勝ったり負けたり、全部で、プラスでしたみたいな結果だけをね、送ってくれる、そういう時代も来ると思いますよ。でも今はまだちょっと無理かなと思います。今の時点では、不測の事態に応えられずに、どっかでブレイクダウンして、そのツールは終わっていく、で別のツールがまた売られるっていう形の繰り返しなんで、短期的に乗っかって、それである程度のところで離れていくっていう使い方だったらいいでしょうけども、そういうのにも関しましても FX の裁量がなければ、そのツールを使いこなすことができないと思うんですよね。例えばね、車なんですよ。シンプルに車ってほとんどの方が運行前点検なんてせずに運転してるじゃないですか。で、2年に1度の車検とかね、法定点検ですか、1年間のあれをやってれば太鼓判みたいな気がしてますけど、そんなことはないですからね。走行中に演奏とか、なんかどっか壊れたってところあるわけですよ。その時にどこが悪いのかなって自分で見れないと、オートメーション化はできないですよね。だから FX の自動売買ツールにしても、将来来る飲食店の完全オートメーションにしても、オーナーがちゃんと自分でメンテナンスできなければね、もしくは誰かにお願いして機械が正常に作用するかどうかっていう確率を高めていかないと、まあ無理でしょうね。だから何もわからない人が車に乗って、どっかね、運転中に山道とかで演奏しましたって言ったら、もう手も足も出なくて JAF を呼ぶしかないみたいなことになっちゃうんじゃないですかね。だからそこでちょこちょこっとね、修理したりとか、どこが悪いのかってことを診断できるとまた違ってくるんですけどね。自動的に儲かる仕組みとか、うまい話っていうのはまだもうちょっとないんで、やっぱり自分で見分けていかないといけないかなっていうところありますね。はい、切り抜き動画ですか。切り抜き動画はもう、なんかあんまり私のところ上がってこないんですよね、実はね。そういう動画見てないからですよね、きっとね。私が今上がってくるのは、まあ、吉谷さんの動画はもうコンスタントに上がってくるんですけどね。その他はなんか、あれですかね。なんか評論が多いですね。無名の YouTuber の。再生数とか、チャンネル登録とかに関わらず、私のところには変わったオピニオンが上がってきます。人気の YouTuber さんとか私あんまり見ないんで、無名の YouTuber さんのばっかり上がってきますね。なかなか面白い世界が見えますね。ということなんでね、この辺で終わっておきましょうか。別にタイトルはないんですけども。まあ、未だにやってるってことですよ。みんなの銀行もセルフバックも。どこまでいけるようになっても、それをやるってことですよね。逆に稼げるようになってやらなくなったことってもありますけども、それはアフィリエイトであったりね、転売とかっていう、自分で応用していかないといけないやつですか。あれはやってないですね。単純にポンとやったら入って結果が出るやつは今でもやってますね。だから多くの方は、例えばアフィリエイトをまずはね、
追求して、まあ、そこを支配してみるみたいな。転売をやってみて転売で一定の成果を出してみるとか、うん、ある程度の行き着く先まで行っていかないと、まあ、その先はないんじゃないかなと思いますよね。その一番手前の自己アフィリエイトの反復とかね、不要品販売の繰り返しとかでつまずいているようだったら、そうですね、あの草取りで挫折する運動部に入っているような人じゃないですかね。草取りとかグラウンド整備はやっぱりした方がいいですよ。だからしないと前に進めないわけですから、怖い先輩が控えていてね、やれっていうわけですから、やりたくなければ自分の代になってその制度を変えて2年生でも3年生でも草取りをするっていうふうな仕組みにするのか、それともそこを出ていくしかないということじゃないですかね。今回は以上です。